はいどうも皆さんこんにちは、メッシ醤油と申します、今回ねウマ娘プリティダービーなんですけれども、なんとですねセウス会が実装されました。イエスセウス会、いやアニメ一期でね登場したセウス会、あのぬるっと勝つよあの子ですよね。ウマ娘プリティダービーついにね、セウス会6月10日に、実装されました。でもって奇跡的に当たりました。めっちゃ運良くないマジで。20回回して出た。だから20連、10連2回してポンと出たの。あのなんだっけ、校長が出てきて当たっちゃったっていうことでね、ウマ娘せっかく、あ、ウマ娘じゃない、せっかくねセウス会が当たったんだ、セウス会とウマピョイがしたい、ウマピョイしたいね。別にね、いかがしいではないよ。それではね、センスカイ育てていきたいと思います、はい、やっぱ URA 目指したよね。あのね、ミホのブルボンはめっちゃ出るんですよね。めっちゃ出るんだよね、ガチャ回したら、はいはい、めっちゃ出るっていうわけじゃないけど、星さんのやつ基本ミホのブルボンだったんだよね。それ以外スペシャルウィークと、メジロマックインはなんとか1回1回出たけど、ミホのブルボン多分 3,4 回出てんだよな。めっちゃ困るよね。まあそれはさておき、セウンスカイ育てたいと思います。いやーセウンスカイね、なんか雰囲気可愛いですよね。まあ一応待って、というわけで一応継承馬娘こんな感じしてみました。どうかな、あんまね僕このゲーム上手くないんですよね。多分いけると信じてこれでやっていきたいと思います。長距離系か、どうしようかな。デッキ1育成開始だ。もうここら辺はもうみんな知ってるでしょ。スキップするよ。メインシナリオの待って、あ、そうや、メインシナリオのみ短縮していきたいと思います。ストーリーもねせっかくなんで僕は呼んでいきたいんですよね。初めて育てる子はやっぱ読みたいんですよ。あ、待って、敬礼してる、かわいい。おお、よしよし、10いったんだ。あ、釣りが好きなんだ。ほら、確かに、そういう感じか。はい、その心は、イエーイ、のんびり行こうよ。たら学院に戻るぞ。おもちろん信じる。にゃははなんやろうな、よし、なんか可愛らしいね。え、行きますか。おお、おお、ほんまに釣り上げるんや、すごいやん。どうもです、どうぞ。ありがとうございます、うんうん、おおクラシック参加を狙うということか。トレーナーさん。お、私ですか。あちこち。
いします、うん、へえ。ああ、田澤さん、いらないっす。わーおし、やっていきましょう。始まりましたよ。したあのね、ほんとあんま上手くないんですよね。ただ、もう URA 行きたいよねっていうのはある。URA、マピオ見たいよね。困ったなぁ。とりあえず根性あげつくか、いった。待ちか、待ちターンを上げよう。待ちターンを少しパワーアップだ。あんまね、もうほんと自己流でマピオやって、マピオじゃない、ウマ娘やってんだよね。だから別になんかどのトレーニング方法が一番効率いいとかなんかそういう細かいとこまでやってないんですよ。ほんと感覚。とりあえずね、強いセイムスカイをまあ参加できればいいわけ。ああ、なんか始まった。よし、あスカイガーです。えいキングエローや。私こそ一流不屈の精神。何にゃはは。じゃあ待てよ、このパターンはやばいんじゃん。待って。あら、いやいや待って、これこれ将棋かなんかしてんだよな。これ王一匹特攻させるっていうことじゃん。権利をあげる。ダウン。おお、はまったね。お願いします。競馬。ダメだ、バカだ。そっか、いや、不屈の精神は手強い。こうしよう。そうきたか。はいはい。おお、早い。勝つのは私よ。ダメだ、なんか爆心王感あるぞ、キングヘイロー。大丈夫か、俺キングヘイロー育てたことないんだよね。おお、根性20上がってるやん。すごい、とてもすごいです。あー、スーパークリーク、グラスワンダー。ほいほーい。あ、いいね、セウスカイ。あー、出た出た。はい、ありがとうございます。校長、理事長か、理事長、お疲れ様っす。あ、これもいらないです。私の代わりに誰か走ってくれないかな。なんだろうな、このゆるっとしてる感じいいよね、この子。なんか実際の馬もこんなゆるっとしてたのかな。どうなんだろうね。なんか気性が荒いは知ってる。なんかウィキで見たらなんだっけ、なんかバランスが整ってきたタイミングで気性が荒くなったかなんかって書いてあったような気がするんだけど、気性荒いのかこれ。ぬるっとしてるぞ。ハッピーメイク。ねえトレーナーさん、あー、押しちゃった。あるよね、このうっかり押しちゃうやつ。押しちゃった。ありがとうございます、リーチショー。バイバイ。なんか体が重いんだよね。あ、嘘じゃないからね。もう本当なんだってば。おはよう。休みは何をしていたんだ。うんうん。あ、猫動画見るんよ。へえ。はあはあはあ。おお、ええ感じや。やっぱなんか可愛らしいね。のんびりマイペースで行きましょう。オッケー、ゆっくりのんびりとね、まあぼちぼちと頑張っていきましょう。
僕基本的にこのなんだっけサポーターが来るところを最初はやるんですよね。サポートのゲージを最初に貯めたいなっていう、人数の多いところから攻めてるんですよね、いつも。よかうんうん、あちっちゃやばって言ってるし、あはい、あるんか。ねえねえ、なんか逃げられそうやな、うん、この間に。大丈夫か大丈夫か。ねえねえ、あそこそこ休んでからトレーニングが一番いいんじゃないかな。うん、いいんじゃない。ああちょうど回復してスピードも上がったと。トレーニング、まあやりますか。あでパワーアップだ。おおグラスがかかってきたぞ。あーちょっと疲れてる ね休ませよっか。おはよう。猫の動画見てた。うんうん、うん、そうそう。いやでもいいよねそういう感じの、素晴らしいことだと思います。おおスペとグラスが暴れとる。お願いします。皆さんはあれウマ娘あのアニメ見ました？僕はあの1期と2期一応両方見ました。なんかね1期は1期で良さあるんだけど、やっぱ2期が一番面白いよねと思いましたね。おおメラメラキングエルエルコンドルパサー、私こそ一流。1期はやっぱちょっとアニメ感脚色ってなんだろうね、まあオリジナルストーリー感がちょっとあるんじゃないかなっていう風に感じましたね。うん、だけど2期はなんていうかね、ほんと泣けたね。涙がボロボロ出るんですよそれがまた。うん、まあ映画で言うと1期はあのマッドマックスで言う1みたいな、で2期はもうマッドマックスで言う2みたいな、そういう盛り上がり方なんですよね。1期は1期でいいんだよ、それはまたもう別の作品として見る感じ。まるでだけど2期はもう全く違うものを見るような感覚、その同じ世界観なんだけど、そのなんていうかね、その吸い込まれる世界観の度合いが2期の方がすごいよみたいな、マッドマックスみたいな感じだよね。3期来たらなんていうんだろう、賛否両論なところ来るかな。サンダーなんだっけ、サンダードームか。マッドマックスで僕は好きだったんだけどな、サンダードーム編。マッドマックスの見ました。というわけでスペシャルウィークたちのトレーニングを見ていただくわけなんだが、おおなんか叫んでるぞ。あーすいません、もちろんさ、もちろんさ、そうそうアニメの中でもな、どうだっけ、どのレースで勝ったか覚えてないけど、センスカイあのスペシャルウィーク勝ってたよね坂道で。ほらそう上り坂の時センスカイがボーン登っていくんですよ。でスペちゃんはなんか前に進めないみたいな、進めない進めない、ね、
ていう、なんかそんな感じのイメージがあるね、うん、で坂道を登る練習をスペちゃんがして、うん、センスカイが負けると。ありがとうございます面白かったね。すごいすごかった。ストーリーも読んどこ、ちゃんと。日本ダービーは絶対譲らないとスペちゃんは言っているね。あれどうだっけ、あれアニメの中、え、ね、実際どうだっけ、日本ダービー誰勝ったあの時。あれどうだっけ、ちょっと待って、ググロググロググるわ。ググりまーす、ググりまーす、ブブミブン、ググりまーす。ああ、どうしたセンスカイ。そうだよ、そうだよ確かにそう思うとそうだよね。だってなんかすごい馬当時めっちゃいたんですよね、確か。センスカイ、クラスワンダー、スペシャルウィーク、サイレンスズカもいいの、もしかして。サイレンスズカ悲しいよね、あのケヤキを抜けた後の故障あれ実際の競馬の映像も見ましたけど、うんうん、衝撃的だったよね。なんか、いきますか。なんだろう、なんかゾゾってくるよね。なんか背筋にさ。たまには一緒に走ろっかな。いやー、強かったね。あ、違う違う違う。そっちじゃないよ。俺パワーをそう思ったんだけどな。まあ、いっか。誰が日本ダービー優勝者か気になるし、ちょっとググるわ。あ、そっか、そうだそうだ。そう、日本ダービーでスペシャルウィーク1着で、その時武豊がまだ日本ダービーを優勝したことないんだったかな。で初めて武豊が日本ダービー取れたっていうので、スペシャルウィークお前のおかげだよみたいな、なんかそんなことがあったん違いましたかね。なんかそんなんだったかなんだかっていうのを聞いたような気がしますね。なんか動画でなんかで見た。よし、というわけで中山の芝 2000m 行っていきたいと思います。メイクデビュー。寝てる、ね、いやいや、おー、そうそう、最初からフルストロットル行ったらダメだ。ツインターボ、ツインターボ、ツインターボエンジン全開、逃げ切った。危機牛乳できるんだスペちゃん、すごいね。頼んだよスペシャルウィーク。実力スペシャルウィークじゃん、ごめん、セイウスカイ。あざ、じゃあし、あれ見ました、今日のあの函館ステークス見ました。あの日曜日6月、今日何日だ、今日6月13日のあの函館ステークス見ました。 G3 の競馬のあれさ、カレンモエ出てたじゃん、カレンモエ、カレンモエちゃん、あのお母さんカレンちゃんので、実況者さ間違えてカレンちゃんって何回か言ったよね、絶対俺そう聞こえたんだけど、なんかカレンモエがカレンモエがじゃなくて、カレンちゃんカレンちゃんって言って、その後言い換えたらカレンモエカレンモエって、絶対カレンちゃんって言った、絶対言い間違えてるよいやでもわかる、カレンちゃんって言いやすいんだよね。で、まあ、娘さんも結構なんか綺麗だしね。中山レース場、天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。人気と実力を兼ね備えた7番、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、8番。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気、セイウスカイ。気合い十分いい顔してますね。各馬娘、ゲートに入り、というわけでメイクデビュー戦始まります。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コンテストが期待できそうです。セイウンスカイと3番、この2人が競り合っていると、セイウンスカイ配置を飛ばしています。逃げで入っちゃった。花に立ったのはセイウンスカイ。いいぞいいぞ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、その後3、4マシン開いて1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はセイウンスカイ。安心、メイクデビューで結構人集まる。僕ね、コロナ禍の競馬のあれしか見たことないから、どれぐらい人集まるかわかんないんですよ、実際。結構集まるんですかね。
意気揚々と先頭行きます。戦闘いいね、センスカイ。メイクデビュー戦でもう思いっきりね、勝負しちゃうセンスカイ。2馬身リード続きました。3番1馬身差、6番向こう正面に入って先頭から進軍までおよそ10馬身。先頭集団を見ていきましょう。先頭セーウスカイ、レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いて3番、その後ろに6番2番並んでくる。この辺りまでで先頭集団を形成しています。まだ形成し合っているのか、互いに張り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。季節して星雲スカイ2番手に外から、すやすや大物いただき、ハマったね。おお、いいぞ。続いている少し離れて6番、その後太陽星を開いて、おお、すごいマシンが速い、すごいすごい独走状態。いいぞ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 、いけ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 、逃げ切れ逃げ切れ、おお、すごいすごい。独走状態すごい。え、ゴールイン。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。声優スカイ見事に制しました。2着には2番、3着8番。よし、ええぞ。想定より大きな歓声だった。声優スカイナイス。よし、せっかくなんでライブも見ていきましょうか。これ動画、あ、そう配置になっちゃうか。ちょっと待って、どうしようか、大きくできるかな。ダウンロード中に大きく、あ、お、大きくなった大きくなった。どう、これだったらみんなも見やすいんじゃない。あのスマホの画面からしたら。始まりますよ。え、ちっちゃくなっちゃった、なんで。響けファンファーレ、届けの丸まで、輝く未来を出したら、きっと始まるストーリー、いつでも近くにあるから、手を伸ばせばもっと掴めるグローリー、一番目指してレッチャレンジ、加速してゆこう。最後の笑顔めっちゃ良かったですね。ちょっと待ってね。はーい。はい。あ、ちょっとずれちゃった。ちょっと待ってね。こんなもんかな？はい。無事デビューを果たしたセイウンスカイ。しかし、レース直後の評判はというと。あら、
ラスワンだ。そうなレースで経験を積もうじゃないか。おお。ありません。ありません。で？イエーイ。お昼寝でいいんだ。お昼寝でいいんだ。もしご褒美って。なんか、多分メジロマックイーンとか育てたことないけど、マックイーンとかやったらなんか、なんだろう、スイーツが欲しいみたいな感じだと思うんだけど。いいんだ、お昼寝で。あ、はい。どうしたの？うわっ！誰？うん。あはは。おお、そうけ。でも、それだけ期待されてるわけじゃん。いいことだよ。うん、分かってるの？ダメですよ。はい。ああ、これ最後まで見たいな、マジで。なんだろうね。この伏線回収ありますもんね。はい。ミホノブルボンはミホノブルボンの実家に連れてかれましたからね、一回最後あれは記念一着、OK、はいはいはい、わかりました。というわけでファンを3000人集めろということですね。セーブスカイとグラスワンダーショッピングモールへ買い物に来た。ねえねえ、おこう、まあ、おこう、あ、お香？え、マジでお香？お香だよね、これ読む。え、お香だよね、お香？お香、え？お香あれ吸ったらなんか煙たくなりません？めちゃくちゃ。あ、そんなのあるの？決めました。僕アロマオイル系とかの方が好きいいんすけどね。あら、お香でいいの、君たち。部屋真っ白になりません？お香炊いたら。え、やったことある？みんな、部屋でお香炊いてみてよ。マジで真っ白になるんだよ、部屋。寝てたの？寝てたか。センスか、寝るな、やるな、落ち着いたか。あー、いいね、ラベンダー香り。なに？あらあら、あー、レモンもいいですよね。アロマオイル僕好きなんですよね。うわ、グラスちゃん、グラスちゃんすげえ。ユーカリとか、あとティートリーとか、あそこら辺のアロマオイルいいですよね。カレーのお香、えぐいな。え？すげえ、セウス界すげえ。お、夢っすよ。わお、トレーナーさん遊んでいたと思います。僕は正直なんですよね。よし、取っとけ取っとけ。賢さ20上がったよ、すげえ。20上がっちゃったよ。おーいえ、何するんです？ちょっとさつきショーのとこまでやって、今日はおしまいしようかな。ちょっと待って、ね、画面がちょっと大きさ合ってない、これかな。ちょっともうちょい続けます。さつきショーの目の前まで行きたいと思います。7月前半か。体力は10回復した、素晴らしい。7月後半、何があるんだろう、7月後半。まあセンターポジションで、函館ジュニアステークス、
1200m。 ちょっと合わないかな、短距離だもんね。短距離はやめとこっか。あー3人来てるやん、こっちにしようぜ。オッケー、パワーアップ、パワーアップ、ツインターボ。いや、ツインターボと間違えたんホイズはめっちゃ欲しいっすよね。はよ実装されないかな、マジで。はい、なんか面白いな。うん、あいで、ちょっと待って、足思いっきりぶつけた今。あー痛い、うん、足組むときぶつけてもうた、痛い。はいはいはい、あ、トレーナーさん、はい、こんにちは。僕の力不足でございます、すいません。すいません、すいませんでした。ああ。トレーナーさん、勝負会来たんかお前。じゃあねー。あ、そうなんだ、これがスイッチになるんだ、センスカイトって。いやー、いいね、いい子じゃん、めちゃくちゃ。うわっ、まさかそのまま負けたかこいつ。おい、あれ買っちゃったのか。多分僕をために買ってくれたんだよね。ねえねえ、やっは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 。そうっすね。あー、いいね、ふわふわしてるね。なんか体が重いんだよね。わあ、嘘じゃねえ、トレーナーさん、無理は禁物でしょ。おやすみさせるぜ。おはよう。ねえねえ、おお、よかったじゃん。うんうん、あ、よかったね。にゃはは。あ、そっか、ここはあれだもんね、ペット禁止だもんね。うん、お、いいね、猫ちゃんでパワーアップしてくれた。よしよし、ツインターボが来たぞ。ダンスゲームや、ダンスゲーム。激ムズ頑張れ、ツインターボ。どこでそのあれがあれなんだろうね、私の代わり。どこでそのアイディアが浮かぶんだろうね、いつも。すごいね、トレーナー。あー、これ悩みどこやな。でも3人いる方、あー、こっちするか。仕方ないな、頑張れ、パワーアップ。あ、深呼吸、そっちか、スキルか、スキル方か。あ、しまった、スキルのあれサポートそこで考えてなかったな。大丈夫かな、長距離系大丈夫か。まあいっか、運だよねそこは。あ、待って、しまった、レースしてねえ。レース忘れてた。レースしよう、レース、レース。9月だ、9月、9月といえばオールカワー。
そう、スピードアップするんだよね。これオールカマあるんじゃね、9月後半。いや、あ、そっか、まだ無理か、オールカマ。そっか、まだ、そうだよね、まだ若すぎるね、セーフスカイ。ごめん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 。多分オールカマってもっと上の都市じゃないと無理なんだよね。で、普通に走るか。あー、むにゃむにゃ。はい、オッケーオッケー、大丈夫か。なるほど。おお、スタミナ上がった。いいね。ここは負けられない一番人気。15番、セイウンスカイ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。よし、行くぞ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 。セイウンスカイ行くぞ。え、ライスシャワーいるやん。ライスいる。ライスいる。美しい青空が広がる中山レース場。全馬ゲートイン完了。絶好の両馬場になりました。出走準備が整いました。3番人気には1番おー、ライス。2番人気はこの子、ライスシャワー。で、ライスめっちゃ好きなんだよね。わかるかな、この感覚。1番人気、かわいいよね、ライスちゃん。私が一番期待する。あ、ね、今日ね、実家帰ってて、で、ばあちゃんに寄ったんすよ。そう、実家の近くばあちゃんに来てね。で、ばあちゃんに行ったんすよ。そしたらね、ばあちゃんの家の2階あんま上がったことないよ。小さい頃上がったことあるぐらいで、久しぶり上がったらね、ライスシャワーのね、ぬいぐるみ置いてあった。びっくりした。うわ、ライスシャワーって言ったことも。いや、今日本当にね、ライスシャワーのぬいぐるみ見たんですよ。ほこりめっちゃかぶってたけどね。うわ、ライスシャワーだ。あの、昔は流行ったらしいですね、競馬でそういうぬいぐるみが。らしいね。うちのライスシャワーのぬいぐるみあったよ。話です。外目をついてライズシャワー、内から14番、すごいよね、外には17番、内5番、その後ろに1番、外で8番、少し後ろから9番、4番並んできた、少し離れて10番、そのうち並んで6番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った、順位を振り返っております。このね、アングルもいいんだけど、続きました7番、競馬とみたいな感じで横でずっと見るアングルとかあってもいいよね。そしてこれカメラ1、2ってあるけど、こんなアングルしかないもんね。さらに1番、そしてそのうち5番、もう一個アングルあったら嬉しいな。それを見るように9番、少し後ろから8番、一馬審査6番、それを見るように10番、後方2番手に16番、11番、現在シンガリラ12番、先頭をキープ。おー、いいぞ、センスカイ。よしよし、いけいけ。おー、いいいいいい。おー、抜け出した、完全に抜け出した。完全に予想外でした。第4コーナーを進んで直線へ向かう。抜け出した抜け出した、完全に抜け出した。この子たちは間に合うか。食い下がるライスシャワー、セーンスカイ。おお、いいね、全スカイ。まあ、OP だけどね。ゴールイン。不要ステークスを制しました。あ、不要って呼ぶんだ、あれ。僕読めんかったよね、イッツコーリング。想定より大きな歓声。いいね。ライブの曲によったらライブ聴こうかな。何？メイクデビューからさっき聞いたね。すげえ。響けファンファーレ、届け遠くまでや。はーい。おお、しよしよし、いいぞいいぞ。ねえ、トレーナーさん。というわけで目標は達成いたしました。というわけで、ファンを3000人集める、目標2番目が達成できましたので、今回の動画はここまでにしたいと思います。というわけでね、センスカイ今後もちょっとずつ育てていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでね、今回は、ここまでにしたいと思います。またどこかでご会いしましょう。 See you!